目指しているのはママのおっぱい、母乳に近い味、色、香り。アイクレオのバランスミルクは成分一つ一つを母乳に近づけ、原料にもこだわった赤ちゃんの繊細な体に優しいミルクです。調乳の前に必ず手を洗いましょう。つまみを引いて切り取ります。片手で缶を押さえ、開け口を手で持って上に引っ張り開けます。アルミの内蓋をすべて剥がします。スプーンを取り出します。消毒した哺乳瓶に専用スプーンで必要量のミルクをすり切って入れます。スプーン1杯は出来上がり量 20ml です。一度沸騰させ、冷ましたお湯70度以上を出来上がり量の3分の2ほど入れます。乳首とフードをつけて、やけどに注意しながら哺乳瓶を軽く振って溶かします。出来上がり量までお湯70度以上を加えます。乳首とフードをつけて、やけどに注意しながらさらによく溶かします。水に浸すなどして冷ましてください。哺乳する前に手首に 2、3 滴落とし、必ず体温くらいの温度か確かめて飲ませてあげてください。赤ちゃんの健康のためにも、ミルクの作り方をよく守ってください。アイクレオのバランスミルク、成分一つ一つを母乳に近づけ、原料にもこだわった赤ちゃんの繊細な体に優しいミルクです。